と全体を一望できるんだ。ほら、あそこ、色とりどりの美しい夢そのものみたいに永遠にまばゆい光を放ってるの。あの光を浴びてる人はそのぬくもりに引き寄せられるんだろうな。まるで火を追いかける無数の蛍みたいに。行こう、まだ半分くらい道のりが残ってるんだ。複雑な構造だね。よく考えないと。
この状態で浮いている建材を動かす。銀河から多くの芸術家、建築家、学者を招いてドリームメーカーっていうチームを結成してピノコニーの美しい夢を紡いでいるの。ここは観光客が足を踏み入れない開拓地だから街の中心みたいに賑やかじゃないけど、私はこういう静かな雰囲気が好きなんだ。相手よ、ここへ。テスト。零点。ふっふっ。氷雪の志は朽ちることなし。陛下に慈悲なし。立ち切り。答えてみろ。想定外の反撃だった。いや。ほらほら。知識は尺と真理を探り、誤謬を根絶する。この程度か。内定よ、ここへ。マイナスだ。です。
0点せっけっはっマイナスだ。みんなを守って。アッキは俺様だけで十分だ。少しはわきまえろ。へっはっ答えてみろ。0点小説の志は朽ちることなし。ほらほら陛下に慈悲なし。テストマイナスだ。知識は尺と真理を探り誤謬を根絶する。すっしゃっ0点マイナスだ。タッチ、キル。戦とは木のごとし、曲ごとに別の姿を見せる。大事ない。雷帝よ、ここへ。答えてみろ。みんなを守って。いや、です。零点陛下に慈悲なし。答えてみろ。マイナスだ。すっしゃっアッキは俺様だけで十分だ。小説の志は朽ちることなし。相手よ、ここへ。戦とは木のごとし、曲ごとに別の姿を見せる。